はい、皆さんこんばんは。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッドアースとキャプテンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回映画会なんですけど、今回はですね、最近見たような話をしようかなと思ってまして、うん、2本話そうかなと思うんですけど、はいはい、1本も結構割りそうなんですけど結構面白い映画だったんでいいかなと思って、はい、韓国映画で貴公子って映画を見に来て、貴公子、ほうほう、はい、なんですかね、主人公がこうフィリピンで暮らしてる貧しい青年なんです、ね、うん、でまあ病気のお母さんのために地下格闘みたいななんかボクシングをしてて、で、ある日一度も会ったことない韓国人の父親がいるのね、フィリピンの人なんだけど、うん、でこれで結構これが社会問題になってるらしいんだけど、うん、フィリピンの韓国人のハーフってすごいこう下に見られてる、おーみたいな問題もあったりとかして、意外とこう社会問題があったりするんだけど、うん、その母親が病気のために働、まあボクシングやってるんだけど、うん、父親が自分を探してると、うん、韓国で、はいはい、で韓国に向けて旅立つの。それなんでかというと、うん、すごいその父親が金持ちだみたいな話を聞くの、うん、もしそこに行けばお母さんの病気も治るし、うん、生活も保障するよみたいな形で連れてかれるの、うん、その韓国に向かう飛行機の中でここで貴公子が出てくるんだけど、うん、自分のことをあのなんつうの、チングだよ、友達って意味だね、俺お前の友達だよっていう、うん、怪しい人が出てくるの。おお、これがまさに貴公子なんだけど、もう貴公子って、まあ、怪しいですね。いやだからこれポスターにもなってるから顔見りゃ分かんないけど、めちゃくちゃいい男なんですよ、うん、でいわゆるそのなんつうのかな、非常に不気味に笑う人で面白いんだけど、うん、なんかイケメンってさ、うん、すげえかっこいいんだけど、うん、笑うと怖いんだよね。まあ顔整ってる分ね、確かに。要はそのシンメトリーの怖さみたいな。うん、はいはいはい。でそれがすげえあまりになんだろうな、怖いから、うん、主人公逃げ出すんだけど、うん、すげえ人に追っかけてくる、うん、どこまでも追っかけてくるみたいな、うん、はいはいはい、なんかまるでターミネーター2、ターミネーターのように追っかけてくる。でそんな中、そのなんつうのかな、いわゆる遺産争いみたいにどんどん巻き込まれていくみたいな話なのね。うん、でいわゆるそのマルコを継がせたい側と違う兄弟の側みたいなので対立になってて、うん、結構なバイオレントも起こるのね。お、結構ね、アクション系の映画、結構アクション映画で、でまあ、うん、この、監督のね、パクフンジョンって人がザ・ウィッチっていうネットリックスの映画を作ってて、うん、これはなんつうのかな、あのパクダミがやってんだけど、うん、あれですね、あの超能力系みたいな、超能力を持った女の子が、なんつうのかな、超能力に目覚めて、うん、スーパーナチュラル的な、ああまあそうだね、でまあ本当に皆殺しにするみたいな人をね、うん、話なんだけど、そうだからキムダミがやってるそのザ・ウィッチの主人公の役がめちゃくちゃいい役で、うん、この映画めちゃくちゃ面白いからそっちを見てほしいんだけど、うん、その人が作ってる映画なんで、その、うん、アクションのバイオレント感はかなり強いんですよ。がっつり人が死ぬみたいな。ああ、がっつりあの体がバラバラになったりするみたいな。うん。あるんだけど、見ていくうちに、あれこれもしかしてみたいな話になってきて、うん。だから急にね、テイストが変わるんですよ、途中から。これに対して、なんじゃこりゃってなるか、逆にこれ面白いなってなるかで結構評価が分かれると思うんだけど。うん。ぜひそれは見てほしいんですけどね。ほうほうほう。なんとなくね、なんか、なんつうのかな。結構その話としてはすごい狭い話のさっき言った、うん、登場人物10人いないんだけど、うん、あの手下100人ぐらい全部殺すみたいな話だから、ああそれ今日じゃ意外と爽快感もある映画です。結構ねそのアクション映画としては面白いし、話としてもさっき言った社会問題が入ってたりとか、その、うん、ハーフの人たちのね、はいはい、フィリピンのね、もうでさらに遺産相続の話が入ってる、いわゆるその怨恨の話だったりがいろいろあって、うん、こう結構入り組んでるんだけど、なんとなくこう軽いテイストっていうか、うん、なんかでも別にすげえ重くもないし、なんならちょっとギャグ入ってるしみたいな部分だったりとかして、うん、なんかこのぐらいの、なんだろうな、まあだからこれ最近あんまり俺使わなくなったんだけど、うん、あのこういうのでいいんだよ映画っていうか、うん、これぐらいの映画がめっちゃ見てえなみたいな、あ、このぐらいの映画がテレビでやってたらめっちゃ面白いじゃんみたいな、うん、あ、感じの、なんかちょうどいいアクション映画で、あれが平日の昼間とかね、まあ五五郎ですよ、五五郎とかですな。だから本当にこのキム・ソンホン演じる貴公子がね、めちゃくちゃかっこいいんだけど、うん、
なんかまたちょっとなんかおもろいとこもあってみたいなところとか、非常にキャラクターとしても魅力的だし、うん、本当にね、なんかでもさっき言った、意外と残酷だしみたいなね。うん、いや、笑ってそれ起きねえだろみたいなことが起こるんだけど。結構ガス人死ぬみたいなね。考えがたまにありますよ。なんかブラックジョークなんかわかんないけど、そういう、なんかね。この残酷面白みたいなのもある。そう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 。っていうのもあってね、非常にこれもおすすめで。まあなんかあれなんだよね、多分。あ、で、あとね、2時間ないんですよ、これ。ギリギリ2時間ないぐらいで。おー、ありやすいね。それもおすすめなんですけど。うん。あともう一本見たのはね、これ久々、俺映画館で映画を見て、うん。まあ言い方あれだけど、うん。うわー、わかんなかったーって、年に2、3回しかないのね。おー、なんだこの映画みたい。おー、はい、その映画この一本なんですけど。おマンティコアって映画で、なんかね、うん、あのマジカルガールって映画撮った監督の新作なんだけど、うん、まあスペインの映画なのかな、うん、スペインエストニアが作家なんかなんだけど、うん、なんだろう、主人公がゲームデザイナーの青年なんだけど、うん、なんつうんだろうな、彼の中にいる怪物の話なのね。マンティコアって何かっていうと、これなんですけど、うん、なんていうんですか、僕もね、昔そう、遊戯王カードだよね。ああ、そう、だからこれはね、ペルシャ神話上の生き物なんですよ。なんだろう、スフィンクスに似てて、うん、ライオンとかトラみたいな胴体、うん、で山嵐の羽に似た猛毒なトゲの尾っぽを持ってて、うん、それがサソリの尾だったりとかする怪物みたいな。で、さらに一食い、万一の。キメラみたいな感じ。キメラ、まさに。FF とかにも出てくるけど。うんうん、そういうののマンティコアって意味なんだけど、要は空想のモンスターを生み出すゲームデザイナーの、ね、主人公、うんうん、でなんか VR で絵描いてたりするのこうやって、うんうん、でなんだろうな、人間の中にある怪物とは何かみたいな話で、これだから、うん、久々映画を見てトンチンカンすぎて俺は。その内なる怪物みたいな、自分の、え、何の話これみたいな。そうなんだ、これ何なんこれみたいになって、うん、ずっとあのハテナが2個ぐらい出たまま映画を見続けて、え、終わった、うん、みたいな。なんか、ね、結構あらすじ的にはね、その自分の中にある怪物と葛藤するみたいなことでは全然なくて、全然ない。要は何が怪物なのか教えてくれないの。あ、自分が作り出したゲームが人々に影響を与えてとかじゃないんだ。ないんですよ。へ、だからあの思ってたやつとどんどん違ってくるみたいな。違ってくる、はあはあ、だからその同僚の誕生日パーティーでなんかその、うん、なんか美術史を並んでるこう女性と出会っていい感じになるのね、うんうん、でこうすごいその彼女がすごいミステリアスなのね、うん、すげえこう素敵な女性でどんどんそれに惹かれていくんだけど、うんうん、その一方でその主人公はオープニングの方で隣の家の男の子が火事にあってて、隣の家が火事で助けるのよ、それを、うん、で、だけど火事から救ったことをきっかけに、うん、謎のパニック発作みたいなのが出るようになっちゃうの。おーほーほー。で、彼女といざいい感じになって何かしようとすると発作が出ちゃうみたいな。おーへーほー。で、この発作の理由が分かんないみたいな。うん。で、やがてこのフリアンっていう主人公がうん、何を抱えてるかっていうのが、うん、分かってくるようで分からないっていう。おお、そこは大事なのに。なんかね、もしかしてそういうことみたいな感じで見るしかないぐらいの距離感の映画なのね。そう、結構なんかそのタイトルとマンティコアってね、さっきのキメラのモンスターと、うん、ゲームクリエイターで、うん、こうモンスターを生み出すクリエイターやってて、うちなる怪物で、でね、そう、彼女と会うとパニック発作とか、なんかすごいこう物語的にはなんかすごい良さそうなんだね。なんだけど、なんだろう、そのな、まあ言うたら説明がないので全然ね。そうかそうか。あ、そういうことみたいがないわけ。それ別に受け取り側によっていろんな解釈があるとかでもなくて、そもそも解釈が分かんないみたいな、ね、そう。だから久々にね、意味分かんなくてパンフレット買ったんだよね。おお。でパンフレットを読んだらね、監督へのインタビューがあるんだけど、うん、うん、多分ね、みんなそうだったんだろうね。ほぼ話の内容に聞いてるんで。うん、あ、これ何なんすかみたいな話になってるんで。あ、まあ、いわゆるそのアート映画じゃないけど、そういう感じでもないの。ああ、でもまあ、アート映画っぽい雰囲気もあるけどね。で、結局その、なんだろう、アンチモラルみたいな。アンチモラル。と、さっき言ったその、
女の人とのロマンスみたいなのが描かれてて、うん、説明されるとすげえわかるの。ああそういうことみたいな。ああそうなんだ。なんだけどマジで見てる間中ずっと、え何これ何これって絶対一回見ただけじゃわかんないっていうね。なんだろうそのなんだろう、だからこれもねめちゃくちゃ、これはだからそのまあ、なんだろう先週出てきた言葉だけど、西側諸国の私たちと、うん、そうじゃない私たちみたいな、うん、ことの認識のズレみたいなのもあるのかなと思ってて。ああそうかそうかそう、なるほどね。だからスペインのことの人だとめちゃくちゃタブーなんだけど、うん、日本人からするとああそういう人いるねみたいになっちゃう感じっていうか、なあはははみたいなところもあるのかなと思って、だからその若干の感度の鈍さみたいな、うん、逆に言うと言われたらああそういうことかみたいになる感じだけど、なんか普通に見ちゃってたなみたいなところでもある感じで、なんかねこのなんか揺さぶられる感じはすげえ面白くて、うん、だけどねこれちょっともう一回見ねえと分かんねえなとは思ったんだけどなんかそうですね、僕今そう話聞いてるとなかなかこう何言ってるか分かんないんですそう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 、そうなんかすごいこのめちゃくちゃこの歴史を知らないと分かんないとか、うん、これ映画に詳しくないとここの映画のこの引用があってとかいう感じもないですもんね。そうだね、だから本当にその描かれないところをどれだけ想像できるかみたいな話で、そういう感じの映画なんだ。だからなんだろうな、主人公が何かを見てはって気づく瞬間だったりとか、うんうん、彼女を見てあってなる瞬間に何を考えてたのかっていうのが浮かばないと、うん、あ何みたいになっちゃうみたいな。ああそういうことそういうこと、セリフとか説明がないからね。そうだからそれを見てどう感じてるのかをみたいに読み取らなきゃいけなくて、それなんかそのシーンで説明するとかないんですか。なんかあだからね、一応だからその言われるとわかんない、言われると、うん、あそういうシーンなんだってなるんだけど、ああの言ってくんないちょっとわかんないですなるほど、あの久々にやられましたね。久々にやられて逆に言うと俺はそういうのは面白いってなるタイプなんで、うん、わかんねえ面白いなこれみたいなってパンフレット買ってなるほどねってなるみたいな。なるほど。そうだからね、なんかまあだからその人のだから映画ってさ難しくて、うん、どんなに面白い映画だろうが疲れてるときはいまいち反応できない時もあるし、うん、なんか面白くない映画だけどすげえ理解できるみたいな時もあるじゃん、うん、っていうのもあるから、なんかその人の体調にも結構よる気がするんだけど、うん、俺はとにかくもうハテナがポンポンポンってなって、うん、アーサーになるって珍しいですね。確かに。いやだから久々にこういう映画に出会ってね、なかなか当たりだったの、うん、当たりなんだやっぱ分かんないのは当たりですから。ああなるほど、ね、理解できないものって面白いみたいなさ、うん、そういうのがあるんで、なんとなくこう思ってたもの通りできるとなんとなくあれかなっていう、だからさっき言った、うん、こういうのでいいんだよって言ってる貴公子も、うん、後半あそういう話なのってなるのね。ああそうかそうか、ちょっと予想と違うね、うん、っていうなんかそのいい感じのずらしみたいな、うん、のもあって、なおかつちゃんとエンタメとして出てきて、逆に言うとこれぐらいの映画がめっちゃ量産されてる韓国羨ましいみたいな、うん、部分もあるし、このマンティコアみたいななんかスペインの奇才みたいなのが作った、うんちょっと何言ってんだお前みたいなみたいなやつも面白いなっていうので、うん、やっぱ見るものの幅でもあるんだけど、ここは別にその B 級感みたいな感じでもないんですよね。そう全然ちゃんとしたまあ、うん、まあでもヒューマンドラマなんだよね、ドラマとしてはね、うん、マンチコア自体はね、うん、その特別なんかグロいとかそういうのがあるわけではないし、うん、なんかそういうわけでもないんだけど、まあまあまあグロがないか、一応 PG-13 だからその大したことないんだけど、うんうん、なんだけどね、なんか分かってみると怖いみたいな。あーそういうことだったのが結構あるみたいなね。でも行くとしたらこれもうパンフレット買った方がいいですかね、どうせなら。まあ見て分かればいいと思うよいやで分かりゃ別にいいと思うんだけど、なんだか俺が買ったらその、うん、インタビュアーの人の聞き方がもう完全にそういうことだったの。ああ。これ何なんすかみたいないやでもまあ年間映画ね100本近く見てるアーさんが分かんないってことは多分普通じゃない。いやだからね、逆に言うとちょっと鈍いなっつって、感度が足りなかったなみたいな。そうなのかな。そうそうそう。でも逆に言うと話を聞くと、あ確かに怪物の話だなってなるし、うん、うん、なるほどなとはなるんだけど。あの逆にこうそれすごい分かる人とかだったら、その監督の世界観とシンクロしてこうよりハマる。そうそう、だからやっぱりその俺の映画みたいなあるから、うん、めっちゃ分かるけど他の人ポカンみたいな結構あるんだね。うん、そうやって音楽でもあんじゃん。まあそうね、自分にフィットするみたいですね。そう、そういうのはあるから、だからなんかね、そのまあそのね、難しいんだよな、この結構ねキーワードがあるんだけど、この中で出てくる、うん、それを言うと結構ネタバレなんですよね。ああ
それ言うと結構分かりやすくなっちゃうんで、うん、ぜひこれも謎のまま見に行ってほしいなってことで言わないです。ねえ、了解です。なるほど、なるほど。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございましたですね。いや、そうなんですよ、はい。新作でね、こういうのが当たると結構当たりだ。俺は当たりだと思います。うん。僕なんか、あれですね、去年ですけど、なんかモナリザ&ブラックムーンでしたっけ。はい、ああ、はいはい。はい。なんかあんな感じのイメージかなって思ったんですけど。ああ、あっちはちょっとアッパー寄りだったよね。やっぱ、うん。こっちはね、結構なんか嫌な感じっていうか、ね。嫌な感じ、あ、そうだね。なんだこれって言って。しんどっていう。あ、しんど、なるほど。感じなんで。ちょっとは違うから、ね。うん、うん。まあだからそうやってね、なんか、やっぱこれね、ミニシアター行かねえと見れねえなって感じがあったんで。うん、ああ、そうか。そういう面白さがあるんでね。ぜひおすすめで。はいはい。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございましたですね。また来週です。さようなら。さようなら。Always make fun.